はいどうも、石川です。今日はネット広告がいよいよテレビの広告費抜いたよというニュースについてやっていこうと思います。このニュースすでに話題になっているので見た人も多いかなというふうに思うんですけれども、具体的な数字を見た後で一つネット広告これからまだまだ伸びるよという話と、でも一方で二つ懸念事項あるよというところを今日はやっていこうかなというふうに思います。でまずですね、具体的な数字を細かく見ていこうかなと思うんですけれども、全体ですね、広告の市場全体では6兆9380億円というような数字になりました。でこれ8年間連続で、成長しているんですね。で広告費って、マーケティング費用とか広告費用って不況になると真っ先に削られたりするので、そういった意味ではこの8年間ずっと景気が良かったよと、不況の可能性というのは例えば、増税だったりとか、それから自然災害ですね、台風とか、そういったところで、落ち込む可能性っていうのも聞かれたりはしたんですけど、無事に8年間ずっと成長機構にあったというところで、広告市場と広告のマーケット自体はちゃんと伸びていましたというところがまず大前提になります。でその上でですね、この上の4つですね、新聞、雑誌、ラジオ、テレビと、これがいわゆるそのマスコミの4媒体と言われていて、これがこういわゆるマスコミュニケーション、マスコミ、そしてこれにネットという風になるんですけれども、順番にじゃあマスコミのところから見ていきましょうということで、最初新聞ですね。新聞だいたい4500億というところで、もう紙の新聞見る人非常に減りましたよね。まだその全国規模でとか、それからちょっとこう年齢層上の人の中では、新聞紙の方がいいよと言ってる人多いかなというふうに思うんですけれども、いわゆるその電車の中でみんなスマホでニュース見るよと。で、スマホのニュースも、Yahoo ニュースとか、それからスマートニュースとか、そういったところを見るよという人がほとんど、若い人の間では増えてきたので、そういう意味で言うと、この新聞、紙の新聞というのが、広告媒体としてはちょっと厳しいのかなというところはもう、相変わらず、続いているというふうになります。これ10年ぐらいずっと言われてきたことですけれども、4000億というところを次割るのかというところが、次の、焦点になるかなというふうに思います。で、次に雑誌ですね。で、雑誌なんかももう1600億ということで、非常にこうマーケットとしてはちっちゃくなってきてしまいました。雑誌は廃刊も相次いでいますし、最近だとコンビニ、最近こうアダルト向けのちょっと大人向けの雑誌っていうのがコンビニからどんどんこう撤去されてるみたいな話を聞いたことある人いるかもしれないんですけど、これって実は子供向けに良くないよという話もあるんですけど、そもそもこうコンビニ自体があんまり雑誌売れないから別に置きたくないっていうところが実は背景にあったりするんですね。そういう意味で言うと、こう雑誌を毎回毎回紙で買い回すという人ってすごく減ってはいるので、こういったところも雑誌の広告価値というのがちょっと減少しているというような話になるかなというふうに思います。で一方でですね、ラジオで、ラジオも実はかなり前から減少はしていたんですけど、ラジオ自体はネットで聞けるようになったりとか、こう根強い愛好家、ラジオファンみたいなのがいたりしたので、実は広告費自体はこう留まってるみたいな話は今日出てたりはします。こうラジオというこう新しいこうカルチャーを生むようななんかこう媒体というところでこう新しく位置付けられて、未だにこう人気を誇ってるみたいなところで、ちょっと他の媒体よりはなんか明るいニュースも聞こえてきたりするようなメディアになったりします。そして最後にですね、いよいよテレビということで、テレビが1兆8000億円ということで、まだまだ大きい市場ではあるんですけれども、2兆切ってでネットよりも下回ったというところで、いよいよ新聞雑誌に続いて、テレビも厳しいかというような、話になってきました。ただしですね、例えばメルカリだったりとか、なんかサンサン、名刺交換のサンサンだったりとか、こうテレビ広告を打って、いわゆる CM を打って成長したみたいなインターネットのメディア、インターネットのサービスも増えてきているので、実はそのテレビ CM 自体はまだまだ注目されているんですね。やっぱ地方、日本全国、あまねく、こう、CM が届くという意味では、テレビってすごく影響力が大きいですし、まだまだその番組名とかタレント名言った時に、あの人知ってるっていうのって、やっぱりテレビのタレントさんだったり、テレビの人気番組だったりするんですね。ドラマの視聴率が全体的に下がってる、もう紅白も見ない、大ヒット番組なかなか出ない、こういう暗いニュースばっかり聞こえるんですけれども、でもテレビ CM 自体はまだ有効だよね、という声も一方であったりします。ただしやはり全体の流れで言うとテレビ下がってるよねというところは隠せないというところが今回の結果でも明らかになりました。そして一方のインターネットなんですけど、やはり堅調に成長してきて、ついに大台の2兆を超えてきたというところで非常に注目を集めています。
まあ、今回の分析の中では、いわゆるプラットフォーマー、Google とか Facebook、この中には YouTube とか Instagram も含まれますけど、こういったプラットフォーマーが堅調に成長しましたよ、という話だったりとか、今まではあまりこう、マスの方の広告を積極的に打っていた、例えば化粧品とか、それからこう、生鮮食品、食事とか、それからまあ、日常でこう、使うようなものだったりとか、こういったところは、まあ、今まではやっぱりテレビとか、影響力っていうのが大きかったのでテレビ広告を打ってたのがだんだんネットにシフトしてきましたよというところで、まあ、テレビが伸びてきましたというところが今回指摘されていました。で、こんな、ネット順調に見えるネット広告なんですけれども、今後どうなるかというところがこの下に書いたところですね。まず大前提として動画広告などまだまだ伸びますというところが言えます。これはもう今年 5G が始まるというところで皆さんもこう非常に注目しているところだと思うんですけど、もうスマホでこれからはこうパケットとかそれからデータ通信とかそういうものを気にせずにどんどん使えますというところで、まだまだ YouTube だったりとかそれ以外の動画の割合っていうのは増えてくると、ネットで動画を見る時間っていうのはもっともっと増えてくるよねというところで、動画広告まだまだ伸びます、ネット広告まだ伸びますというのが一つあります。しかし一方で二つ注意点、懸念点というのがあります。それ一つは、不況ですね。まあ、この動画でもお伝えしている通り、コロナだったりとか、原油価格とか、まあ、そういったところで、これから景気悪くなるんじゃないの？これ言われています。不況では、真っ先に広告費削られるので、こういったところで広告費の成長が落ちる可能性というのが一つ懸念事項であります。そしてもう一つは、ネット広告ほとんどが外資なんですね。いわゆる Facebook、Google、そして Amazon、こういった会社は、もう外資系企業、アメリカの企業です。なので、日本経済という視点で考えたときに、ネット広告確かに伸びてるんだけど、これ外資系企業に広告費奪われてるよね。しかも、この外資系企業っていうのは、実は税金あんまりちゃんと払ってないんじゃないの？というような批判なんかも出始めています。ということで、まあ、今後、広告費、ネットの広告費はまだまだ成長していくんだけど、こういった懸念があるよね、というところなんかが注目ポイントかなというふうに思います。はい、ということで今日はテレビ広告、ネット広告が抜いたよというところで、お伝えしてきましたが、面白かった、参考になっている方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。